続いて一行がやってきたのは青波線名古屋競馬場前駅。はい、名古屋港からですね、名古屋駅方向に戻りまして、名古屋競馬場のエリアにやってまいりました。競馬場とかあるあたりは美味しいお店、はい、ね、あんま名古屋ないんで、ね、この辺は安くて美味しいお店が多いという、さあ、あちらの伊佐リビさんです。わぁ、ええ感じ、ねえ、美味しそう、店構えが。名古屋競馬場前駅から徒歩11分、新鮮な魚介類が楽しめる旬の食イサリビ。全国各地の市場から取り寄せる新鮮な魚介類、その素材を存分に生かした料理の数々をリーズナブルに提供。上質な魚料理と美味しいお酒が楽しめる知る人ぞ知る穴場の名店です。おお、いい感じ。あがちゃん、魚の香りです。さあ、ということで、はいはいはい、ゲストは、あ、もがみもがさんです。よろしくお願いします。2軒目のゲストはもがみもが。何かと謎の多い彼女ですが、お酒を飲むと一体どうなってしまうのか。もともとは、はい、アイドルの電波組、電波組にいました。それをやめられたのはいつだったんですか？去年の夏ですね。そうそう、俺この間いつも秋葉原の喫茶店を、はいはい、大阪の街の喫茶店に見立てて、はい、南の帝王を撮ってんねん。あれ実は秋葉原なんですか？その地下のライブハウスがあって、はい、ライブ始まったら、はい、もういっいつもそのドラマ撮られへんねん。あ、また始まったね。言うてこい言うてこい。モグラっていうライブハウスで。モグラですか？そっから来たの？系列ですね。もう。秋葉原で撮ったんですか？あんだけ大阪感出せるんですか？秋葉原で。頭とケツ道頓堀映しときゃ。オープニングしときゃ。そう思いますもん。モガさんはどうですか？初めてです。初めてです。はい、初めてです。はい、知ってます？いろいろと。いや、電波組とめっちゃ有名ですよ。はい、何人目だけ？今は7人。え、そんないんの？今7人です。僕いた頃は6人で、で、抜けて2人入りました。へぇ、ちょっと、なんか数学の算数の問題って。え、じゃあ、みんな僕って言うねや。あ、そこですか。人と違うことやつ。ずれてんじゃん。調子悪いな。いつまでずれてんの。そういう体験を。そういう体験、うん、女性とですか。はい、あ、あります、あります。この後、もがみもがの恋愛事情が明らかに。続いてのヘベレケ仲間はもがみもが。酔った彼女の口から一体どんなトークが飛び出すのか。じゃあ、じゃあ、とりあえず、はい、どうも、はじめまして、お願いします。まず、はじめまして。はじめましてです。そうですね。よろしくお願いします。この間一緒やったよな、NHK のな。はい。あれ、大変やった、NHK の番組で。あの、羽生先生とか、加藤一二三。はい。大逆転将棋って言って、もがみもがちゃんと、で、こっちは鈴木奈々。はい。でもそれぞれプロの棋士ついてこうやるわけ。ほんなら鈴木奈々って、はい、ああ見えてめちゃくちゃね真面目やから、あ、でむちゃくちゃ気使いやから、まあ言うたら将棋さんでもないから、どこに指してね、わけのわからんの指すなよ、おい、プロの棋士を困らすなよっていう役回りで呼ばれてんのに、はい、え、どうしよう、こんなとこ打ったら迷惑かかるかなみたいなので、全然指さずに1時間半押してんこの番組が。で、エンディング先撮りますってなって、はい、え、なんでって言ったら、いや、実はケツがある人いまして、え、誰やって言ったら、鈴木奈々がケツあるお前かって俺いつものノリで、なんてお前が押して、お前がさっき帰るのなんかないで、はい、いつものノリで、俺と鈴木奈々ちゃんのノリで、はい、今度な、あの将棋連盟の人が、ジュラさん、あの羽生ちゃんにサインもらえますかって言って、はい、めちゃくちゃ欲しいですけど、はい、今まで気持ちとかその座右の銘みたいなのを書いてもらっていいですかって言って、はい、ほんなら、あの国旗膨れって、国旗膨れ、国旗膨れ、
どういう意味、私はな、とにかく自分を抑えて礼に重んじろっていう意味やね。俺が鈴木奈々にぶわーって言ってたのを多分本気やと思う。ありえますよ、多分テレビとかあんまりご覧にならないから、バラエティーの感覚初めなかったです、うん、それ分かんないのね。いや僕も分かんないです、あんまり。なるほど、結構素で言ってるのかと思って、うん、あその時あなんかその時っていうにも限らず、うん、なんか芸人さんが言ってることをあんま冗談として捉えたことがなかったんですよ、だからみんな結構ひどいこと言うんだなって思ってました。そうなんだ、全部喋ってること嘘やからね、はい、終わった後とかも別にフォローしないじゃないですか、みんなパッパッて解散するから、うん、あ結構みんな人のこと嫌いなんだなって思ってました。えじゃあそのテレビで嫌な思いとかはもがちゃんしたことはないの？いっぱいあります。例えば何なん？え、なんだろう、それこそ本当に冗談って分かんなくて、うん、普通に傷ついたりとかはあります。でこれ例えば誰に何を言われたのよ、どういうことがあって落ち込んだの？なんだろう、それぐらいはくれな、こっち広げろ。チャンネル登録お願いします。いや、もうそういうのもきついんですよ。え？なるほどね。時間を与えてくれ。なんて言うんだろう。結構マジレスするじゃないですか。それが本気で今ジュニアさんも本気で言ってはるって思ってしまう、はい。そうなんや。え、そうじゃないんですか。本気で。本気でやるよ。突っ込みつなぎやん。今つないでんじゃんか。思えないんですよあんま、うん。だから結構本当にこういう感じでへこむから、うん、あんま何っていうよりは、なるほど、常日頃ずっと傷ついてる。なるほど。そんな中、あこの人はいいなとか、現場にこの人入ってんねや、あよかった、安心するわっていうのは誰なの？誰、うん、誰ですかね。それはくれな、無理や。早い、すぐ、すぐ言う。早いね。あ、でも最近すごい居心地いいなと思ったのは、はい、有吉さんです。あー、いや意外や、ね、有吉すごいな、あいつ。何に聞いても好きでますね。原田ひろみちゃん、佐藤ひとみちゃん、あの辺もみんな有吉さんが好きで、結局そういうのはできてんねやろな。え、アイドル時代の恋愛は？うちは禁止じゃないです。あ、そうなんですね。うちに禁止じゃなかったですね。そうか、そうなんや、そういうところもあんねや。はい、だから逆にそれがファンの人はそそるのかもね、もしかしたらっていう。ワンちゃん。でも僕はファンとは絶対付き合いません。付き合いたかったら、あの一緒にお仕事しましょうって。もし仕事で出会ってたら確率はあるかもしれないんですけど、ファンとはそうじゃなければ僕は絶対にファンの人には手を出しませんって言って言ってましたね。のがちゃんはバイセクシャルなことも公表していて、はい、あ、そうなんや。そうですね。じゃあ今彼女いんの？いないです。彼女も彼氏も今いないですね。女性も好きだ。でそういう体験を、そういう体験、うん、女性とですか？はい、あ、あります、あります。あ、すごい。え、最後までっていうことですか？最後の基準がちょっとあれですけど、だって、なんか終わりない。確かに。そうな、いろんな俺もそういう人、はい、さ、話聞いてるの、ほんまに6時間とかね。そう、時間的な終わり。どこで終わりかわからん。確かに。どうなったら終わりだよ。食事とか挟むの。何の？かっこいいタイムみたいな。そう、マジでマジで。でも別になんかそれを目的としてないから。あ、もっとメンタルでっていうこと。そうですね。一緒にいる。なんか落ち着くとかそういう感じ。でアイドル時代とだいぶ変わりました？辞めてから変わりましたね。まずスケジュールが変わりましたね。あ、どんなもの？どこを拠点にしてたの？電波組は拠点は秋葉原です。でもアイドルも今これだけの数いるのは、スカイドルとかだからもうキャラクターもさ、もう宇宙から来た子とかさ、フルーツの妖精とかさ、もうむちゃくちゃいるやん、むちゃくちゃいる中、ついに私を抱いた芸能人をガンガン言っていくアイドルっていう。それはアイドルじゃない。真逆ですよ、アイドル。でもそんな子が唯一この人、うん、やっぱ無理ってベッドから出たやつがいんねんて。はい、うん、それがロッチ中岡や。
かわいそう。リアルに辛いですね。この後、あの人が意外なモノマネを大公開。ここで、岡井千里のヘベレケナビ。岡井ちゃんがやってきたのは、名古屋駅の一つ手前、笹島ライブ駅。この周辺は再開発が進む名古屋の中で最も注目のエリア。今回はその中心となるグローバルゲートの中にある今ホットな居酒屋をご紹介。金山に本店を構える老舗の名古屋コーチン料理専門店一陽の系列店一丁。コク、歯ごたえ、旨味のある肉質にゆっくりと成長させた純系名古屋コーチンをリーズナブルな価格で提供。鶏本来の旨味を存分に味わうことのできるこだわりの調理法で多彩な名古屋コーチン料理を堪能することができます。早速、おかいちゃんも自慢の名古屋コーチンを味わってみることに。 ありがとうございます。セリと心臓です。心臓って何？ハツです。ハツって心臓なんだ。いただきます、心臓。心臓いただきますって嫌じゃないですか。でもいいんですね、それで。あ、大丈夫。まだそこまでコンプライアンスは迫ってきてないですね。大丈夫ですね。いただきます。おいしい。心臓の美味しさをこう視聴者に分かるようにちょっと具体的に。レバーよりもレバーっぽくなくて。え、何レバーってそもそも。レバーはどこですか。レバーは肝臓です。あ、でもそんな感じ。なんか心臓はレバーのちょっと優しくなったバージョン。癖が。好物の焼き鳥を堪能しご機嫌なおかいちゃんに今度はこんな質問を。今年こういう人がテレビ界で求められるんじゃないかっていうのはなんか岡井さん的にあります。でもまずは霜降り満月さんですよね。明星。霜降り満月って何？わかんないです。霜降り明星。明星。あれ難しいね。解明した方がいいと思う。そっか、明星って覚えづらいですね。でもそうじゃないですか、霜降り明星さんじゃないですか。まずはでもやっぱりなんか同じ芸能人同士心配してしまいます。なんかその後誰が生き残るのかなとかめっちゃ見ちゃう、めっちゃ見ちゃう。はい。どういう人が生き残っていくんですかね。どういう人。でもやっぱりあのコンビバラバラになっても個人で戦える人だと思います。だって2人の枠を1番組で取るって番組側としてはやっぱ厳しいんですよね。分かんないですけど。まあまあでもまあ芸人さんはコンビが基本多いんで。でもコンビバラバラにしてるのそっちじゃん。まあ今注目の笹島エリアにお越しの際は名古屋コーチンを堪能してみてはいかがですか。千原ジュニアのヘベレケ、チャンネル登録お願いします。